バレチン、または、バレチンは、トリプトファンの脱水素化収素誘導体がが2つの、ペプチド結合で、アルギニン残基と結合し、に、ゴジケトピペラ人格を形成したアルカロイドである。環状時ペプチドに分類される、深海の海面デオジア・バレーティの主成分である。1986年に、ウプサラ大学のイオラン・リドグラン、ラーシュ・ボーリン、ヤンバーグマンによって、 初めて単理されたが、正しい構造が決定されたのは2002年だった。オリジナルの論文の著者が綴りを間違えたため、学名とは異なり、一つの R で綴られる。海面ゲオジアバレティ。バレチンは、抗酸化作用や抗炎症作用を持ち、免疫系に影響する病気、炎症に由来する病気の治療に利用できる可能性があると考えられている。 アテローム性動脈硬化は、バレチンの抗炎症作用により予防できる可能性がある。炎症に対するバレチンの作用は、レセプター、インタラクティングセリン、トレオニンキナーゼ2と、カルチウム、カルモジュリン、ディペンデントプロテインキナーゼ 1α の2つのプロテインキナーゼを阻害によるものであると考えられている。ありがとうございます。